こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は岩崎弥太郎の生涯について解説するぜ。名前は聞いたことあるけど、意外とどんな人かは知らないのよね。歴史の授業で聞いたことがある人もいると思うし、興味があって調べた人もいると思うが、岩崎弥太郎は、日本の実業家で三菱財閥の創業者なんだ。そんなにすごい人なの？この説明で、彼が巨万の富を築いたことは、なんとなくイメージできると思うぜ。財閥なんて本物のお金持ちって感じだわ。上級武士から屈辱的な差別を受け、農民から蔑まれるほど低い身分であったのにもかかわらず、明治の政商として巨万の富を築いた人物として有名だ。どうしてこんな偉業を達成できたのかしら？今日は岩崎弥太郎の人物像を紐解いていくぜ。順番に説明していくから安心してほしいんだ。わかりやすく解説していくから、ぜひ最後までゆっくりしていくんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは岩崎弥太郎の生い立ちについて、迫っていくぜ。そもそも岩崎弥太郎って何時代の人なの？岩崎弥太郎の生まれは1835年に今の高知県安芸市、当時の土佐藩の山内家に郷土として仕えていたが、祖父の代で郷土の地位を売り払い、地下浪人として過ごしていたんだ。そんなに身分が低かったのね。関ヶ原の合戦での敗北や、岩崎家の先祖が酒と博打で家を傾かせた影響で、弥太郎が生まれた頃には岩崎家は地下浪人の地位に転落していたな。紆余曲折ありそうな人生だわ。実は、困窮の一因は弥太郎の父、弥次郎のせいでもあり、農業が下手くそな上に、酒飲みだったことにあったんだ。そんな時代劇みたいなエピソードがあるのね。弥次郎は、借金をしては田畑を手放していて、その性格は頑固で、酒を飲んでは相手をひどく罵倒することもしばしばあったぜ。怖いわね。そんな性格から庄屋の島田氏や岩崎家の分家とのいざこざは絶えなかったな。弥太郎の人格にも、そんな弥次郎の気質を大いに受け継いでいる部分があったことは、後のエピソードで明らかになってくるぜ。親の影響は少なからず受けるものね。ちなみに、地下浪人は士農工商における士の最下位身分で、名字帯刀は許されていたが、士と農の中間の位置づけだ。そんな中で、弥太郎はどんな少年だったの？少年時代の弥太郎は、いたずら好きのガキ大将だぜ。ガキ大将？カボチャの中にろうそくを立てておにびに見せかけて村人を驚かせたり、タヌキが住んでいるとおぼしき木の根元の穴に藁を詰め火をつけて、山火事を起こしかけたり、やることはめちゃくちゃだったな。頭のネジが飛んでるわね。そんな弥太郎少年に対して、村人は手のつけられんわんぱくだ。将来ろくなもんにならんぜよと話していたそうだ。そこまで言わせるほどだったのね。でも、暴れん坊でいたずら者ではあっても、人のために、助力を惜しまない優しい心を持った少年でもあったんだぜ。いいところもあったのね。剛と柔、勇気と優しさ、荒さと緻密さを合わせ持ったスケールの大きさが、後年の豪商を作り上げることになるんだ。勉強はできたの？学業の方は点でダメで、あまりの物覚えの悪さに、師匠からも愛想を尽かされて塾をたびたび変えたほどだったぜ。そんなにひどいの？でも、12歳の時に漢詩の出来を師匠に評価されたことで、詩作に熱中するようになるんだ。14歳の時には藩主の山の内豊か鹿が秋軍に巡察に来た時、漢詩を作って師匠と共に献上するぜ。そして、弥太郎はますます学業に燃えるようになるんだ。思わぬところで才能が開花したわね。そして、15歳春に高知城下の岡本根浦の塾に入り、その屋敷に寄宿するようになり、この頃から弥太郎は三国志や水滸伝などの歴史書を読み漁っては、将来自分は、世の中に名を成すだろうと公言するようになるぜ。こんな、たっぷりな自信が欲しいものだわ。歴史の授業中には塾生たちを前に、もしも俺が宰相だったら、こんな愚策で国を滅ぼすことはしないだろうと言い、それを聞いた塾生がお前は一体将来何様になるつもりなんだと尋ねるんだ。なんて答えるのかしら？悪知恵に長けた英雄になるのが自分の夢だ。でも、それを塾生にからかわれたりもしたな。そりゃそうなるわよね。そして昼間は悠々と遊んでいたが、夜が更けると人知れず必死に机に向かっていたんだぜ。陰で努力していたのね。こうして紆余曲折がありながらも時間は過ぎていくが、長崎にある貨幣局の出張所、
土佐商会に勤務することを命じられるんだ。ここが弥太郎にとって、人生最大の転機になるぜ。どうして？この土佐商会の財産を引き継いで三菱商会を創設することになっていくからだ。そこで弥太郎は外国人商人との取引などを経験をするぜ。坂本龍馬率いる海援隊の経理を担当していたのも、この頃だな。そんなことまでしていたのね。こうして欧州の各商社と取引をして、弥太郎はビジネスの腕を磨いていったんだ。そして、土佐商会の主任に抜擢されるぜ。どんどん成り上がっていくわね。ちょうどその頃、坂本龍馬は幕府の神戸海軍操練所で軍艦の操縦術を習っていたが、池田屋事件に関わった訓練生が出たために、操練所が廃止されてしまったんだ。どうなるのかしら？そして、操練所の仲間と共に薩摩藩の支援を受けて、長崎の亀山で亀山社中という組織を創設していたところだぜ。後藤象二郎は、幕府寄りの姿勢を貫いてきていたが、万が一幕府が倒れた時のことも考えていたんだ。だからこそ、倒幕派の薩摩長州とも親交を結びたいと思っていたんだぜ。こんなところで繋がってくるのね。そして、土佐の脱藩浪士であった坂本龍馬という男が薩長同盟を仲介したことを聞き、龍馬と接触を図ろうとするんだ。弥太郎も絡んでたのね。その頃、龍馬が率いる亀山社中は、持ち船が沈没したり、借用中の船を返還しなければならない状況が重なっていたんだぜ。50名を超える社員の給料も滞るくらい経営が非常に厳しかったんだ。これを弥太郎が助けるのかしら？龍馬と接触を持ちたいと画策する藩に対して、資金繰りに苦難する龍馬もまた、藩と提携することで資金を供与してもらうことを考えていたんだぜ。亀山社中は海援隊と解消し、土佐藩に属することに決定するんだ。全然知らなかったわ。それは公に馳せず、給与は土佐商会から払う取り決めになったぜ。陰で支えていたのね。こうして、支払いの滞った大使への給料も土佐商会が面倒を見ることになり、弥太郎が全ての尻拭いをするようになっていくんだ。弥太郎は怒らないの？弥太郎と龍馬は共に仲良く酒を酌み交わしたという日記が残っているぜ。仲良かったのね。土佐商会の財務状況は依然として厳しく、弥太郎は自腹を切って龍馬や海援隊大使の給料を払ったこともあったな。なんて男前なのかしら。そんな中、藩の重役たちから、艦船や大量の武器、弾薬の購入せよという、催促が次から次へと弥太郎の元にやってくるんだ。お金持ちは大変ね。その要求に応えるために弥太郎は、接待費を湯水のごとく使って、外国商人や長崎奉行所の役人たちを取り込んでいくぜ。弥太郎は毎日のように酒を飲み、身を削っては、相手との距離を縮めて関係性を築くんだ。こんなに体を張っていたのね。ある外国商館は土佐藩を相手にするのではなく、岩崎弥太郎個人の信用を持って取引を行う。という文言を契約書に記載したほど、その信頼は厚いものだったぜ。ここまで言わせるのがかっこいいわ。でも、土佐にはほとんど物産がなかったから、代金を大幅に値切ったり、かなり際どい取引の連続だったな。弥太郎としては、藩外の地だけにしょうがなかったというのが本音だ。トップに立つって大変ね。したたかかつ強引に取引を行えるあたりは、弥太郎の詳細と胆力を伺い知ることができるな。あっぱれだわ。弥太郎は、海援隊関連のいろは丸沈没事件や、英国水兵の惨殺事件などで散々苦労をかけられ、やがて、弥太郎と海援隊はお互いに非難し合うようになり、関係はどんどん悪化していくぜ。まあそうなるのは予想がつくわ。明治維新後、政府は藩をなくすために藩営の事業を廃止しようとしたから、1869年、土佐藩首脳が海運業私商社として、土佐改正社、後の99商会を立ち上げるんだ。時代の背景が伺えるわね。海援隊の土井一太郎と長崎商会の中川亀之助が代表となり、岩崎弥太郎は事業監督を担当。廃藩危険によって土佐藩官職ぐらいを失った岩崎弥太郎は、99商会の経営者となるぜ。歴史の背景があっての経営者だったのね。99商会は経営幹部であった川田、石川、中川亀之助の川の字をもとに、
1872年に、三河商会という名前に社名を変えたんだ。遊び心あっていいわね。その後、1873年には三河商会は三菱商会に改名し、岩崎弥太郎個人の会社になるぜ。今では誰もが目にしたことのある三菱の3ダイヤモンドマークは、土佐藩主の山内家の山陽柏と岩崎家の三階菱の家紋を組み合わせてできたものだ。そんな風にしてできたものだったの？そして、当時海運最大手の国有企業に対抗するぜ。当時、海運業最大手は国有企業だった日本国郵便汽船会社だ。日本国郵便汽船は横柄な態度で有名で、あまり良い評判はなかったぜ。どうやって対抗するの？三菱商会はお店の正面にお亀のお面を掲げるんだ。どういう意味で？お亀のお面には店員たちがお客様に温和な顔つきで接し、お客様に和やかな気分を与えるためという願いが込められているぜ。ただの怖いお面だと思っていたわ。このお亀のお面を見た福沢諭吉は、店内に愛嬌を重んじさせるのは、近頃の社長にはできぬこと。岩崎は商売の本質を知っている、と感心したと言われているな。さっきから歴史の重要人物ばかり出てくるわね。ほんとすごいわ。実際、三菱商会の社員はお客に対してとにかく笑顔で接して、お客様本意だと好評だったぜ。すごくいいことね。そして、多角的な産業分野への進出は、国内のインフラ整備や産業発展にも大きく貢献したな。鉄道事業にも携わり、三菱財閥の支援を受けて日本国内に鉄道網を整備したぜ。ほんと何でもできるのね。他にも、三菱商船学校を設立し、船員育成にも力を入れたり、1876年は、三菱為替店による荷為替金融を開始し、陸上の倉庫業務に手掛けたんだ。すごすぎるわ。そして、得た利益を鉱山事業などへ、次々と投資していくぜ。神田錦町に三菱商業学校を開校。商業の知識を持つ人材育成にも力を注いだ。単に経済的な成功だけでなく、社会貢献や政治的な関与においても重要な役割を果たしたぜ。そんなことまでしていたの？地域の福祉や教育の発展の他に、日本で初めてボーナスを支給したんだぜ。この人がボーナスを作ったのね。さらに、弥太郎は政治的な関与も行い、財界の代表として政府との連携を図り、経済政策や産業振興の提言を行い、経済成長や近代化のための政策を進めることができたんだ。日本のためにも動いてくれた人なのね。さらに、三菱財閥を通じて日本の軍事産業や国防力の強化にも携わったな。すごすぎて言葉が出ないわ。経済活動だけでなく、文化や芸術への支援や教育への貢献にも惜しまず、多くの文化団体や芸術家を支援したぜ。本当に懐の広い人だったのね。貧しい家に生まれたが熱心に学問に励み、土佐藩でも出世し、三菱財閥を作り、海運業界の王となったぜ。それに懐の広い人だったわね。三菱の創業者としては有名だが、改めてその生き様を追ってみれば、明治の動乱期を駆け抜けた、壮絶と言えるほどの人生だ。この人がいなかったら、明治以降の日本の発展はもっと遅れていたかもしれないわ。もしくは、また違った形になっていたかもしれないな。それほどまでに日本に影響を与えたってことね。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。他にも岩崎弥太郎のエピソードがあれば教えてほしいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。